それぞれの園でですね、どういうような先生に来てほしいかなっていうのを、ちょっとだけ、言ってみたいと思うんですよね。理想が高くなってちゃうのはあれなんですけど、採用にあたって、こういうとこ見てますよっていう点でもいいと思うんですが、はい、じゃあ、クラスの先生からお願いできますでしょうか。はい、そうですね、まあ、本当、出し始めたらきりがないですけども、私は誠実な人がいいなと思っています。何事にもこう真摯に向き合える方、はい、それから、気配りのできる方ですね。はい、特にやっぱりその担当制になると、チームワークっていうのが大切になってきますので、やっぱり人の立場であるとか、いろんな思いやりですかね、相手の立場に立って考えることであるとか、まあ、周りにこう常に気を配って、自ら行動ができるっていうような、まあ、人ですね、気配りのできる方、それから自分が大好きな方 ね、この間の話でもちょっとね、好きすぎる方もどうかわかりましたけど、まあ、自分がまあね、大好きな方がいいなというふうに思っています。はい。はい、じゃあ、根本先生の方はいかがでしょう。いや、同じですね。やっぱり自分が好きでないといけないということと、子供が大好きっていうことかな。自分は何のために今勉強してきているのか、やっぱり子供が好きだからやってきているということ、それが一番大切なのかなってこう思います。どうも実習なんか行くと、その縁でね、縁によっていろいろなことがあって、嫌な思いをしたり、いい思いをして、何かこう方向性がこう曲がってきたりしますよね。なんかこう芯を通して、やはりいなければならないというか、そのためにやはり先生方おっしゃったように、よくそう幼稚の現場に行って話を聞いたりとか、やっぱり見たり聞いたりするってことが一番大切だと思いますね。その園長先生の、感じとか、それからその雰囲気とか、子どもの感じとか、先生の雰囲気を見ただけで、多分自分とマッチするかどうかっていうのが分かると思いますので、やっぱりこう積極的にそういうものは声をかけて、どんどんこうチャレンジしてほしいなと思いますね。で、まあ、チャレンジ精神があれば、私はどんな子でも受け止めます。はい、ありがとうございます。私の方で見てるときは、やっぱり大体これもあれだったんですよね。この間の打ち合わせでもそうね、共通のところがあるなっていう、人柄とか誠実さとか、あと私の方では素直っていうところを見てます。素直にこう受け止められるかどうか。もちろん根本先生おっしゃる子供が大好きっていうのも大前提な話にはなっちゃうんですけどね。まあ、どこも、倉園先生のとこもそれは同じだと思います。で、うちはそれで素直っていうことですね。で、特にもう1年目、2年目、3年目、どこまで行くか分かんないですけど、やっぱり答えがない世界なんですよ。これが正解だっていうのがない世界。もうキャリアもう20年とかっていう先生でも、その場面場面で、あ、これはどうしたらいいんだろうって迷う瞬間があるというような世界ですので、1年目2年目でね、分かるはずがない。そうすると、先輩たちからの意見とか、そのアドバイスとかを素直に聞けるかどうかっていうのは、これは非常に大きいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、大体そういうような、大体うちらに似たようなところを見てるんですけどね。園によってはそれだけじゃないところがあります。特に幼稚園の方ですかね。ピアノが、できなきゃダメだとかですね。それから、体操の方のフォローを重視するとかですね。そういう園の方針。これ、いい悪いじゃないんですよ。園の方針です。で、こういうような先生が欲しいっていうのも、多分園の方針になると思うので、ね、もうピアノが苦手な人が、もうピアノができなきゃダメだっていうところの試験を受けても、なかなか受からない ですし、入ったとしても、やっぱりそういったところでズレが生じてくると思うので、その園が求める先生たちっていうのはどういうことなのかっていうのも、よく調べていただきたいなと思います。本当、
ね、このコロナっていうのは邪魔でですね、本当に積極的に来てもらって、見てもらって、体験してもらって、もう1日でも2日でもこう保育にね、実際現場に実習みたいな感じで入ってくれると、そこでね、肌で感じるものあるんでしょうけども、これ今なかなかこの強制ができないところになってます。けどもその情報収集のやり方ってね、いくらでもあると思うんですよ、うん、そういったところを駆使してですね、ぜひ、子どもたちのために働きたいっていう方、自分に合った縁っていうものを見つけてもらいたいなと。それはもうまず自己自身のためであるし、受け入れる縁のためにでもあるし、それからこれもう最終的には子どもたちのためになると。幸せな先生じゃないとっていうことがお二人から出ましたけれども、同じそういうことですよね。先生が幸せな気持ちで、あ、この園でこの子どもたちと関わりたいっていう気持ちが強くないと、やはりそれは子どもたちにいい影響は及ぼさないと思いますので、そういったところをきちんと、うん、こう考えていただきたいなっていうふうに思います。